温水ですので、年中いつでもご利用できます。すごい。なあルー、ここって普通に泊まったらめちゃくちゃ高そうだね。そうか。内装なんてやたら豪華だし、プールまであるなんて。ホテルなんてこんなもんだぞ。しまった、ルーエ。こちらは屋外の教会となっております。あ、祭壇がある。はい、ここでは以前結婚式が執り行われていました。へえ、素敵だな。あ、ウェルカムドリンクだ。やった、私大好物なんですよ。あー、美味しい。我がホテルお抱えの最高のショコラティエが作ったものだ。今は出かけているがな。へえ。王室御用達の品だ。優れたチョコは妖魔界でも取引されると聞く。すごいんだな。ルーエも飲みなよ。太るから。何？太るから。2回も言わせるな、バカ。何怒ってるんだよ。それじゃ、寝ますか。ああ、早く寝て
明日。街の中、なんだあれは。青い月、なんだ、何も見えない。リリア、ルエ、これが世界の終わりなのか。なあ、もう朝のはずだろ。まだ外が暗いままだ。そうか、まだ知らないのか。昨日目覚めたばかりだ。知らないのも無理はない。お前が月の女王に敗れてから、まだ一度も日が昇っていないんだ。え、それはすでに世界が永遠の夜に包まれてしまったということですか。いや、もしそうならば我々は目覚めることのない眠りについているはず。しかも夜が明けないのはこのユーラルム周辺だけのようだ。同じじゃないよな。みんなに伝えなきゃ。青い月か。あいにくだが私には見えないな。私もです。じゃあ見えているのは私だけ。そういえばロエル・ジリス様が言っていた、青い血を持つ者だけが見える。夜の闇を照らす青い月がある。その輝きが失われ、新月となった時、世界は闇に包まれ永遠の夜が訪れるだろうと。私が見た夢と同じだ。夢の中で
青い月が浮かんでるんだ。それが薄くなって新月になって、そしたら世界が暗闇に包まれて見えなくなって。無視するのは危険そうだな。月の様子には注意を払った方が良さそうだ。わかりました。不可思議な現象だが、いずれにせよ滅びの時は近づいているというのが教皇庁の見解だ。だから早急に時の花嫁を月の女王に捧げ封印を施せと。そんなことは。私はリリアーナを守る約束をしたんだ。他にも世界を救う手はあるはずだ。他の手。まあ私は世界が救われればどのような手段でも構わんさ。とにかくリリアーナを見つけよう。他の手とやらは後で考えればいい。そうですね。どんな些細な痕跡でもいい。見つけたら一度戻って話し合おう。リリアーナを探しに行こう。ああそうだ、アルシェ、一つ言い忘れていたことがある。お前のその体は長時間の活動に耐えられない。無理は禁物。限界を超える前にホテルに戻る必要ありだ。
な体で大丈夫なんですか？限界を超えさえしなければ何の問題もない。今のところは平気だって。はい、出発。おい、アルーシェのこと頼みます。アルーシェの体のことは私が一番よく知っている。汎用、限界、長時間は体が耐えられないか。さあ、本格的に捜索開始だ。イリアが目撃されたのはあっちの方だったな。してるのね。私の名はクリストフォロス、純血の闇の血族の一人。お互い探し物をしているようだな。クリストフォロス、ヨマか。そんなに怖がらないで、混ざり物のお嬢さん。私もお前たちと同じ、探し物をしているだけだ。敵対する意思はない。そう。お前、名は何という？アルーシェ。アルーシェ、いい名前ね。人を探してるんだ。この辺で白い服の巫女を見なかった？巫女ね。見たような。本当？いや、見なかったような。どっちなのさ。ごめんなさい、からかいがいがありそうだったからつい。東の方へかけていく巫女を見たわ。あなたの探し人かどうかはわからないけど。ありがとう。お詫びに一つ面白いことを教えてやろう。この地は悲しみにあふれている。人間にとっても、妖魔にとってもな。妖魔にとっても？あなたの進む道で必要なことならば、おのずと知ることでしょう。さあ走るがいい、この明けない夜の中で。あ
なたはこの世界でどんな音を奏でるのかしら。あ、うん、それじゃあ。なんだか不思議なやつだったな。油の匂いがプンプンしてやがるぜ。油か。あれをぶちまけて俺が火をつけると、敵を一網打尽にできるかもってことか。いい、ほう、見えた。はっ、せーっ、やっ、あれ痛いな。はっ、せっ、やっ、ほら、せやっ、とどまる。遅い、ミータ、ふっ、てっ、さあ、ミータ、博士、そうせかすな。それは、そこだ、さあ、やあ、せいや、いくえ、遅く、とべ、は、や、ふっ、とどる、さあ、や、遅い、計算通りだ、ふっ、てっ、よしよし、やるじゃないか。くらえ、はっ、てっ、さあ、とっ
気だ。アルシャ、これだけ撃てば止め、遅く、せ、止め、そこだ、てへ、はっへ、止め、当たらん、当たらん、はっへ、さあ、やあ、せいや、はっへ、さあ、せ、さあ、やっくらえ、すみません。興味深い。たそこだ。よ、よま、やるか。はっせ、だ。や、見えた。せめてそこだ。はっ、やった。遅いと見えた。はっ。そこだ。はっ。見えた。へい、だ。さ、そこだ。よ、見えた。はっ。たそこだ。はっ。い、見えた。止め。くらえ。はっせ。そうせかすな。ほら、やるじゃないか。
結果を報告する。戦闘を最適化した。二人だと勝手が違うからね。だいぶ薄くなってきてる。急がないと。見えた。そこだ。やる。よっ。とっておきだ。アルシェ。さあ。遅い。そこだ。飛べ。そこだ。いいぞ。そこだ。見えた。さあ。見えた。遅い。やる。計算通り。やるじゃないか。
少し。そこだ。そうせかすな。ほら、そこだ。ふっ、取れ。はっ。興味深い。やっ、はぁ、くらえ、よそって、はっけ、はっ、それ、見えた、よっ、おそら、見えた、そらよ、はっ、見えた、ふっ、よっ、見えた、よっ、計算通り、それ、うん、もうやった、へ、それ、ふっ、へ、それ、はっ、おやろ、おそら、あるじゃん、そうせかすな。同類かもしれねえ。助けてやってくれねえか。ああ、
なんでこんな目に。私は仲間外れだから。嬉しい、何かお返しを。またか。私姿を変えることができるんです。よかったら私を使ってください。報告しよう。結果を報告する。戦闘を最適化した。二人だと勝手が違うからな。リリアーナが近くにいたのは間違いないな。この調子で探し出そう。アルーシェ、その前にやらねばならないことがある。メンテナンスルームへ来い。この服は。気に入らないか。教皇庁伝統の儀式服のデザインも取り入れた最新作だ。しかも体の表面を特殊な膜が包むから、お前の体を調整しやすくなっているんだ。体を調整する。人工汎用はまだ確立されていない技術だ。だから定期的に点検し調整する必要がある。そんな。私を信用しろ。お前は私の最高傑作だ。そう簡単に失うわけにはいかない。特別念入りに調整してやろう。それともう一つ、この部屋には役割がある。それはお前の体の強化だ。体の強化。邪妖を倒して浴びた青い血はお前の体に吸収され、蓄えられていく。そのまま放置すると、青い血の影響で妖魔に近づいていく。妖魔に。しかしその服を通して青い血を抜き出し加工すれば、汎用の体を強化できるんだ。いわば浄化だな。その服のありがたさが分かっただろう。さあ、早速棺に入るんだ。
強くなったさ。邪妖の青い血を浴びたな。赤い血が足りないだろう。私で乾きを抑えるといい。私の権限において許可しよう。どうした？血の相性はいいはずだ。データの裏付けもある。あなたがわからない。血の渇きか。私は本当に人間じゃなくなったんだの。生き返らない方が良かったか。それは少し意地の悪い質問をしてしまったな。忘れてくれ。すみません。せっかく生き返らせてもらったのに。私は完全な人工汎用を作りたいという自分の願いを叶えるためにお前を実験台にした。お前なんかよりよっぽど人でなしかもしれないな。そんなことはないです。博士には本当に感謝してるんです。あなたのおかげで私はまだ戦えるんですから。そうか。大事なのは何をなすかだ。人かどうかは大したことではない。大事なのは何をなすか。リリアーナを救い世界を守るのだろう。それに比べたら血の渇きなど些細な問題だ。そうだろう。吸いたくなったらまた私の血を吸えばいい。いつでも歓迎するぞ。お前は私の最高傑作だからな。このくらい容易いことだ。あまり首筋を見せないでください。その吸いたくなっちゃいますから。